どうも、さやたか夫婦です。今回は帯広グルメ、万栄競馬、はい、白樺並木と2日間かけて巡っていきたいと思います。めっちゃ楽しみ。それでは早速行きましょう。じゃあまずはお昼ご飯にインディアンカレーを食べに行きたいと思います。オープン2分前11時オープン。お、開いた。ちょうど開いた。営業中になった。タイミングバッチリやん。懐かしい感じのカレーやった。でもやっぱ地元の人とかがさ、家の鍋持ってきてさ、お持ち帰りしてはるのなんかいいかったな。結構お持ち帰りしてる人多かった。多かったな。でも帰る頃には食べに来てはる人も多かったで、ね、なんか席いっぱいになってた。そうか、六花亭なんかいっぱいあるやん。1個ずつ売ってる。あ、これ、これ1個買えたって食べたことなかったよ。食べよう。これも買えた。雪やったのこれ。チョコ？うん、95円。芋やで。男爵。じゃがいもをかたどった焼き菓子。美味しそう。そうですね。何食うの？パイは食べようと思ってて、このユキコンチームかウエストサンドどっちかにしようと思って。そうですね。そうサクサクパイ。サクサクパイ美味しそう。これは賞味期限3時間。何事もなかった。使うの1個ないし。うまい。食べよう、ね、食べよう。でコーヒーも無料でいただきましたね。コーヒー飲めへんねんけど。買おうよ。30分のパイ。おいしい。中なんなんそれ。カスタードクリーム。クリーム、それあ、これコーヒーいける、うん、うまいけ全部持ってかれたよ。はい、これはい、マルセイバターサンドのアイスバージョン。美味しそう。美味しい。うん、うまい。これも本店でしか食べれない。そういうことか。それで1枚の潰すかね。はい、じゃあ次は、はい、タカヒロ念願ですね。帯広競馬に行きたいと思います。イエーイ。ここは万栄競馬って言って、普通の競馬と違って馬がソリに乗った人間を引っ張る。普通の競馬はなんか速さを競うねんけど、この万栄競馬はその大馬さんがどれだけ力持ちかっていうのを競う競馬らしい。多分ガッチリしてんやろうな、大馬さん。力持ちなのかな。うん、どんな感じなの。な、楽しみやな。ほら、馬の資料館。ほんまや、馬の資料館。もう書いてあった。あ、カメラ撮影 OK って書いてある。昔じゃん、昔。あー、ほんまや。進化して
化し進化し進化して、うん、ああ今になっての誰がこんなの分かったの。実はここだ。あ、この間。あ、そうそう。ああ、ちょうどいいよ。すっげえここ。すっごいるよ。すっごリアル。馬の元的な。お尻の上に飛び騎手のように写真を撮ってみよう。え、これ引っ張んの馬が。450キロあんの馬が引っ張んの。人乗るから500ぐらい。ほい。めっちゃ速いやん。今日無料やったな。無料やった。知らんかった。100円。ほんまは1人100円かかんねん、入場に。まあ、で今日は、はい、この万栄競馬では、1人1000円。それで一攫千金を狙うという、夢のような企画です。でー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 ちょうど、私のための。すごいすごいすごいやってるやってる。お疲れ様でした。頑張って。リバウンド。すごい。ここらいな。リバウンド。買ってきました。はい。早く何番？67と20と60。全部100円ずつ。これは24に300円。へえ。これあれ服、服だから1位2位どっちでもいい、うん、とりあえずもうあと10分ぐらいで始まるんで待ちます。なんか普通の競馬はさ、うん、なんか花とかあるやん、ゴール、うん、ここは違うらしい。あ、そうなの。あの引いてるソリの後ろが全部ゴールの線を通った方。へえ、こういうのわかんない。そうで最後までそう、気抜いたらあかん。気抜けへん。頼む。ゲートは今、隠れた。離れた。頑張れ。最初の山があるよ。登った登った。6番が早いよ。頑張れ頑張れ。6番来てるで、あやか。マジ、うん、6番2個ある。あ、止まった、でもなんかみんな一山終わったら休憩。6と10も来てる。9が、9も来てる。6来てる、6来てる。そうそう、適度に休憩しながら。すごいすごい。馬さんが自分で休憩すんのかな。休憩しやって言って休憩すんのかな。分からない。どっちもか。やっぱあそこの山みんな集合するよね。そうな。嫌なんかな、馬さんも。あの山は嫌やろ。うーって何やろ。おー、いけいけいけ。すごいすごい。6番来てるで、あやこ。緑6。10番あと来たら9来てる。やばい、9が来てる。ちょっと待って、9やばい、9来てしまってるやん。2位来た。12やん。やったー。
十二当たったなんかすげえやったやった初めてのバンエーすげえやったやったなテンション上がった鼻汗かいためっちゃおもろいやんめっちゃ面白かったまさかの2位がなそうビューンってきた12194買えてきましたいくらでしたか2560円すごいやん100円どこら辺だったやったね90、90、94あ、50ふれあい動物園お馬さんあちっちゃいよ大きいお馬うまやでかめちゃでかな噛みつくよやって怖いな年のすごいなえ何落としたなんか怖い見た見たよ見たよほら来たよロックロックえ、ストム君なんで君ストム君急にストム君お前には興味ないですよ人参くれたら触らせてくれる違う子にもあげますいかがえあっちの大きいお馬さんにあげてみて白雲竜うわすごおお、いかれたこの子あげたのあ、そうなん？サンビームうん2キロ頑張れ7うまいこと食べてくれるのうん白ヤギのゆきちゃんゆきちゃんも人参好きなこい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 ペロ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 したね、よかったね美味しかった。はい、車戻ってきました。はい、初バンエー競馬良かったです。良かったね。なんかすごい迫力があった。迫力あった。お馬さんもでっかいし、うん、一頭一頭が楽しかった。テンション上がった。おかえり。迷子になってる。車の場所ちょっと分かりますか。もうちょっと当てたらな。はま寿司行く予定がお弁当になった。うまっ。うまっ。やっぱ楽やな。これか。これに巻いて、ここに入れないと。一度登録いただくだけでいつでも利用可能みたいです。おはようございます。昨日泊まった道の駅をちょっとお散歩したいと思います。夏空のふるさと。まあ、ここ結構広い。準備できました。できました。早いやん。改めましておはようございます。
ます。おはようございます。今日はまずお昼ご飯に向かってます。はい。トカチ亭。トカチ亭ね。結構峠、うん、のところらへんにあるお店らしくて、ここは牛トロ丼、牛トロフレークを使った丼ぶりが有名なんで、ちょっとそこで食べたいと思います。そんな私たちの今日の朝ごはんは。おしゃぶりめかぶ、めかぶなんかこの道の駅で買ったんですけど、ここ行った時にこのめかぶ入りのお茶を飲ましてくれはってんな。そうそう。んで高弘が感動してうんまみたいな。でまんまとやられておしゃぶりめかぶを買うという。おいしい。うまい。あと10分ぐらいで着くけど。はい。気になる。すっごいな。バレた。やば、真っ白やん。の。めっちゃでかい。はい、行きました。牛玉ステーキ丼。すごいお箸が違うね。牛玉ステーキ丼ですこれ。で、これのが牛トロ丼、これ一番人気。そして言うとアスパラと一緒、お箸が違う。なんかユッケとかネギトロとか好きな人は好きやと思うって聞いた。まあ絶対美味しいよ。うん、味っこめっちゃ好きやと思う。そう、今の何食べた？お肉。お肉、お肉にご飯、最強。牛トロ丼。シソとかネギとか入ってる。あ、いい匂い。欲しかったら醤油かけて。な、いただきます。いただきます。はい。初めて。味はもう醤油って感じ。それがなんか絶妙なバランス。美味しい。この牛フレークは生のままフリーズされた超新鮮なお肉らしい。新しい。新しい。初めての感じ。美味しい。美味しいわ。食べてみたら。うん。うん。うま。これちょっとわさびっぽい。多分そうやと思う。お疲れ様でした。鹿や鹿。うまい。あ、クマや。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、クマ鹿キツネかな。え、鹿はい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 。ちょっと待って。クマ。はい、次の目的地は白樺並木です。LINE 登録してクーポン券もらってきました。支払い方法を選んでください。ユッシュを選んでください。現金を入れてください。今から夜ご飯です。はい、夜ご飯は帯広といえばの豚丼の
パンチョ。パンチョ。豚丼のパンチョは豚丼の発祥の店と言われてるらしくって、豚丼のお店いっぱいいっぱいあるけど、いっぱいあるな。発祥の店が食べたいという私のわがままによりパンチョに決まりました。今日はお持ち帰りします。はい、よし、買って車で食べましょうか。はい、これなんか違いあんの？一緒。一緒なん？なんか枚数が増えるごとに値段が高くなっていっててんけど、うん、これ一番安い1000円のやつ。何枚なんやろ？4枚。開けていい？うん、開け。せーの。あ、おいしそう。うまそう。これはあったかいうちに食べないといけないですな。漬物入ってる。いただきます。はい、うん、早かったな、今。うまい。うまい。うまいか。なんかめっちゃ柔らかいの。炭火焼きの？なんか炭の香りが、うん、めっちゃいい匂いするもん。たくあんもなんか抜きできるって言った。たこ豚。タレがさ、うん、ご飯とさマッチングしてんの。ご飯にもちゃんとタレが染み込んでる。うん、舌までいってる。うん、うん、でもさ、トカチで豚有名やんか。豚一匹も見たことないの。牛は見るけどさ。豚は外で飼わへんのちゃう？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、もう満喫した。2日間でしたね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。また次の動画も見てください。せーの、バイキュー。